にちは、ホテル暮らし YouTuber のしずかです。今日は営業終了後のリアンドカフェフェザーでお届けしています。はい、今日はね、こんな感じでゆずティーを飲んでいます。はい、美味しいんですよねジャスミンレモネードに続く人気メニューになっています。はい、大好きということで、はい、今日は本題、お店がオープンしてから1ヶ月経ったので、まあ、その心境だったりいろいろ話していきたいなと思っています。まあ、お店がオープンして約1ヶ月半が経ったんですけど、ありがたいことにですね、ちらほら、リピーターさんとかも来ていただけたりとか、 YouTube を見ましたよと言ってわざわざね、沖縄市の方まで足を運んでくださったりという感じで、もうね、毎日ありがたい日々を送らせていただいています。まあ、今までのね、内容プラス、まあ、お店の経営とか、まあ、仕入れとかいろいろ決めないといけないこと、発注することが多くて、本当にね、もう寝る間もないぐらい忙しい日々を送っているんですが、本当にね、充実した日々を送らせていただいています。本当に皆さんに感謝です。タイトルにもあるように、ホテル暮らしをしながらのお店オープンっていう感じなんですが、本当にね、自分でも思うんですけど、できないことってないんだなっていう風にね、お店を持ってより思うようになりました。もう私はね、20代の頃、やる前から諦めている人間だったんですけど、もうこの年だからできないとか、いや今更もう遅いよなとか、まだ何もやってないのに一番最初に自分が諦めていたんですよ。誰かに無理って言われたわけでもなく、本当にね、もう遅いよなって、なんでか知らないんですけど決めつけていたんですね。でも本当にそれはもったいなかったなって思うんですけど、でもね、それも今からでも遅くない、なんかこの30代で気づけてよかったなって本当に思っています。本当にね、できないことはないし、なんかこう30代になってホテル暮らしをこう始めるようになって、こうできる方法を探すようになったんですね。 できる方法を探すと、まあ、めんどくさかったり腰は重いことだったりはするんですけど、できないことっていうのがほとんどないっていうことに気づくんですね。自分なんてって思う前に、できる方法をまず挙げるようにしてみてください。はい、そうすれば大抵できますやりたいことも大抵できちゃうし、はい、っていう感じです。そう、それがね、お店をオープンして1ヶ月経った今になって、まあ、思うことというか心境というか、はい、身に染みてね、実感体感しましたね。はい、という感じで、まあ、私がね、ホテル暮らしをしながら、まあ、念願だったお店を持つという、まあ、夢が叶ったわけなんですけど、本当にね、なんかこう、うん、夢が叶うのってなんか願って明日叶うわけじゃないんですよ。本当に日々一日一日のこう積み重ねで、こう夢をこう叶えていくっていう感じなんですけど、まあ、YouTube でね、毎日このお店作りの様子をアップしていたので、まあ、視聴してくださっている方はご存知かもしれないんですけど、まあ、汚い格好でね、ペンキまみれになりながら、本当にね、掃除するところから始まって、ペンキを買いに行って、ペンキを塗って養生してとか、本当にね、そういう散りつもなんですけど、一日一日のこう積み重ねでこうやってリアンドカフェフェザーが、まあ、できて、私の夢が叶ったんですね。だから夢を叶えたいと思って、ね、すぐね、夢ってこう叶わないんですけど、でも日々の毎日の積み重ねでこうやってこう夢を叶えていく、叶っていくっていうのを今回すごく、身に染みて実感しました。もともとあったわけではないんですけど、沖縄に来てからこうお店を持ちたいなっていうような、まあ、小さな夢がですね、こう実際に叶っていって、まあ、この YouTube を通して、まあ、私もね、何か始めてみようかなとか、これやりたいと思ってて諦めていたけど、でも今からでも遅くないんだなって思ったり、沖縄移住したいなって思ってるけど、まあどうせ無理かって諦めていたけど、まあ今からでも遅くないから移住してみようかなって思ったりとか、
何かこうね、私がこう発信していくことでこう一歩踏み出す勇気になったりとか、行動するきっかけになったらいいなと思っています。というわけで、まあ、そんな感じでですね、リアンドカフェフェザー1ヶ月を迎えたんですけど、まあ、これからはね、1日も長くこの場所を守っていけるように、そして一人でも多くの方にこのリアンドカフェフェザーでリラックスしていただいたりとか、来てよかったって思っていただけるような、まあ、空間場の提供をし続けていきたいと思います。はい、というわけでね、またね、長々と喋っちゃったんですけど、今日もこの辺で終わりたいと思います。はい、というわけで、私の YouTube ではホテル暮らしや沖縄移住のこと、そしてこのリアンドカフェフェザーのことなど、まあ、日々のことを発信していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。ではまた明日の YouTube でお会いしましょう。バイバーイ。